それから2番目ですね、微生物分解。その例えば金沢大学の田脇先生は福島民報にですね、その微生物で、分解できて分解した後バリウムになってますという報道をしました。ただその後ですね、僕が物理学会でそのことを伝えたら、どうもその見解は撤回したみたいです。圧力が変わったと思いました。まあ、田島博士の実験系は後で、紹介しますが、あと、まあ、EM 菌を使ったり NB 菌を使ったりするようなことで、もう実際現場で動いてます。でもう実際成果が上がってます。それから、まあ、先ほど紹介した永久歯科を使って水を排出する技術、もうニュートンのゼロ場転換浄水器、先ほど、まあ、福島で、ね、亡くなられた渡辺鴨居先生という方が開発した技術、それからネオガイアジャパンという上野三郎さんのテラファイトの技術、それから粉晶式リサイクルボス、これはもう岩手の方が開発されたりですね。まあ、そういうことを考えていきますとですね、酵素触媒作用を示す物質はほとんど大なり小なりそういう能力があります。放射能に関連して言えばですね、要するに味噌醤油という発酵食品がものすごく重要ですよというのをもう言われてますよね。あれ酵素作用なんです。酵素作用ということはどういうことかというと、常温常圧で分子転換が起きて別のものに変えてしまうという技術ですよね。もう消化、これは消化酵素を持ってますけど、でもその今の科学は酵素触媒のエネルギーがどこから来てるかわからないんで、そういう性質を示すものを酵素触媒と言いましょうと。触媒もそうです。例えばある反応が進まないのに、チタンを入れたりパラジウムを入れたりするとずっといくようになるということは、そのパラジウム自身、チタン自身が反応に必要なエネルギーを提供していることです。そのエネルギーがどこから来てもわからない、だから酵素触媒で、次世代の科学は酵素触媒のエネルギーの本質を解明する段階に入ると思いますけど、私はこれを言うというのを経済波動共鳴説ということでもう提唱しています。でこういうものは全部試してみたらいいですね。ありとあらゆる酵素触媒性を示すものあれありますから、まあ、知人には酵素液を開発した人もいますし、それから円盤高機能性のエンバランスのフィルムを開発された方もおられますし、まあ、そしてあらゆる酵素触媒を使えばそれも可能になる。まあ、こういうですね、私が遭遇した事実、いろんな技術がですね、ほとんどそういう可能性を秘めています。その生き物、生物のそういうミネラル水溶液と酵素液というのは、生き物、そこに住んでる土壌菌とかですね、まあ、そういうものを活性化するんですね。活発にする、ない状態よりは前でない、それでまた、まあ、そういうダブル効果で活性が上がって放射能が減るという方向になるという。で先ほど紹介した田崎先生もこれ紹介しましたのであるんです。それから高島先生の実験で検証、この検証実験をやった動画が用意されているようですので、ちょっとお願いします。最初に来た時 850cpm から、約高いところは950ぐらいございました。この5000坪の中で今真ん中のところは、60から高くても80でございます。ってことは10分の1以下に起こっている。複合発光の対放射性菌というものを厳選してみますと、そこの酵素と酸に吸着するわけですよね。そうしますと放射性物質が安定物質に変わってくる。風が強いと結構上がる。130。1190までいっちゃった。これで 10マイクロシーベルト。いい日が 2,3 日続くと言ってた。それどうしてる？やっぱり中の微生物が温度で活性化する。活性化する。こうです。もう片手で何の力もいりません。これ全部刺さると思います。なんかその微生物除染っていうやつ、まあサイエンス、今のサイエンスはね、なんだか理由がよくわからないって言うんですが、実際に放射能を測れば消えてるんで、線量も下がってきてますね。
てかもう8分の1に下がってるんですよ。まあやっぱりなんか土を動かすだけで30年飯は食えると、除染利権なんてあのふざけたこと言ってるやつもいるしね。やっぱりここは本当に、ちゃんと放射能を消すというところに踏み込まないといけないと思いますね。で同時にこれが表に出てという時は、今までの科学の体系とか今までの利権ひっくり返る時ですよね。まあ、それ重大なことなんじゃないですか。だから多少今年は時間かかりましたけども、どんどん進んでいくんじゃないですかね。今のが、今年の3月16日に外国人記者クラブで、高島博士の、去年からの実証の、成果報告のために、高島博士の方で作られたあの映像なんですけれども、今それあのその時の記者クラブでの発表ですね。で中央にいらっしゃるのが高島博士で、こうしてこの理論とそれから高尾博士の理論実践、そしてまたそこに実際にいろんな現場でやってらっしゃった技術者の方が今あの具体的に結びつき合って、よしじゃあさらにその向こうに本を進めようということが、この一つの技術だけではありません。今たくさん、高尾博士があのおっしゃってくださったようなものを一つ一つ実証して役に立つものに踏み越えていこうというフェーズにようやくおかげさまで入ることができました。でこれがあの先ほどスライド紹介のあった現場写真というんですかね、実証地とそしてその実証地の10月と12月までの間に実験やったんで、その、まあ、季節の違い、それからバイオプラントの状態、散布噴霧器でね散布して回ってる、それから実証地 の, あの、まあ、測定 しましたよっていう、こういうものを使ってっていう、そういう、まあ、図ですね。でこれはだいたいその牧草地5000坪を治療、そういうふうにして、でこれ の, あの作業で非常に僕は大変だなと思ったのは、まず菌体をまくんですよ。菌体をまいて、次にですね、微生物の餌をまく、それから次にですね酵素液をまく、そして最後にこうくるっと耕してもらうんですね。そういう4つの作業を入念にやった結果ですね、次の、はい、この約2ヶ月半近くの実験で、最初にガーッと落ちて、あとは徐々に落ちていって最後にガーッと落ちてますけど、ところがこの実験のですね素晴らしいところは、そのそういう微生物処理をしてないこの対象地のところも測ってるんですよ。で先ほど言いましたように、これだけあの放射能が上がるんですね。だいたい600近くあったものが、だいたい最後に100近く、6分の1に落ちてますけど、これ上がってるのが、これ100、200、300近く上がったんですね。でそれをカバーして抑えてるって、まあ、そういうふうにやっぱり読み解く必要があるんで、それは非常に素晴らしいことだと思いました。はい。